森の隅っこで見つけたのは古くなったおもちゃ工場。褒め上手な熊工場長に誘われて楽しいおもちゃ作りスタートのはずが、一体この工場にはどんな秘密が。映画すみっこ暮らし継ぎはぎ工場の不思議な子、おもちゃ作りのはずがおもちゃになってる。